を歩けるという謎の伝説に満ちた川古海川。人を寄せつけぬ砦師の秘境に存在する奇妙な噂を持つ古海川とは果たしていかなるものなのか。そこに隠された謎に挑む佐藤隊員。これから始まる厳しい自然との戦いを前に不安げな表情が隠せない。はい、今ね橋を歩いてます。一休さんと同じくね、あの橋を渡らず真ん中を歩いてますけどね、あの景色も変わりませんね今のとこね。なんかね今護岸工事かしてんのかな。結構カエルがねたくさんねいますね、工事のなんかこうポールを持ってる。でもね5割方ね倒れてるんですね、カエルが。だからこのなんかカエルがね、ポールを持っているカエルとは一体。次回ついにカエルの正体が明かされる。